中と滞性体質に対する温熱法、生姜温熱法、生姜温熱法のセット、マットレスや電熱ヒーターマットなどは、びわ温熱法と同じものを使用します。背面の電熱ヒーターマットの位置は、胃の裏あたりから下にセットします。セット図参考、温熱着衣に着替え、生姜エキスを 800cc のぬるま湯で薄めたものを、 溝落ちから下の全身に塗ります注意エキスは背面も胃の裏あたりから下に塗ることビニールをかけた後に上にかける電熱ヒーターマット毛布いずれも溝落ちから下になるようにします胸元は厚手のバスタオルをかけるようにしてください生姜温熱法の実際生姜温熱法は 生姜の抜く性作用でで発汗を促進させる方法です。体質に合っている場合は心地よく寝てしまうほどの気持ちいいさです体質に合っていない場合は生姜の刺激がチクチクしたりヒリヒリした感じまたは熱いなど気持ちいいさがないことが特徴ですそのような場合にはもう一度体質判定を確かめてみてくださいまた 人度構成体質なのか中度,度構成体質なのか判断がつきにくい人を判定する手段としてこの生姜温熱法をする場合がありますとりあえず一度生姜温熱法を実行してみて気持ちが良いようであれば中度構成体質としてそのまま続け10から15分しても気持ちいい差がない場合は人と構成体質とみて美和温熱法に切り替える といった具合です。生姜温熱法はびわ温熱法と違い仰向けだけで実行しますそして胸元より上の部分背中も同様にはエキスも温度も加えません普通温熱法を初めて30分前後で発汗します寝てしまう時もありますがだいたい40から50分をめどに終了してください 実行回数は週1から2回で十分でしょう体質が変化していないかその都度よく体質判定してから実行するようにしてください勝石健康法 B000 ビワ茶との相性も良いので組み合わせて実行するようにしてくださいその他中度在性体質の風邪でもう一つ汗の質が足りなくて治りが不十分といった時に この生姜温熱をするとすっきりすることがあります。基本的には、この中禍滞在性体質の場合、過食と運動不足をなくさない限り、十分な効果が得られません。毎日、少しずつ早足で歩く、ストレッチ体操などの軽い運動をする、間食をしない、甘いものを控えるなど、習慣づけが肝心です。また、この体質には、 便秘症の方も多くいます。食事中滞在性体質の食事療法を参考と運動の両面から便秘にならないからづくりに努力してください。